はい、どうもこんにちは。富士フューチャーディレクターのジュージンヤマティです。今回ですね、なんと我が富士フューチャーですね、登録者数がなんと300人、やっと行きました。本当に皆様、ありがとうございます。いやー、もうこのね、300人ね、増やすっていうのはね、もう男が300人増やすって大変なんですよ。本当にもう一人一人にね、メッセージを送って、登録お願いしますみたいな地道なことをやってて、やっと300人になったんですけども、で、今回ですね、まあちょっと、まあ記念すべき話としてですね、食育とは何かというのを、フーツフューチャーって食育の番組なんですけども、今更ながら。で、食育とは何かということに関してですね、私なりの見解を述べさせていただけたらなと思うんですね。まあ、型にはまらずにですね、何かこう、食育をやってる方にとってもね、参考になるような話になればいいなと思って、今回はお話しさせていただきたいと思います。で、そもそもフーズフューチャーっていうのはですね、まあ皆様も知ってる方は結構いるかもしれませんけども、この番組でも結構話をしています。フーズっていうのは、食という、まあ、食べ物、まあ食、ほとんどの人がそれをイメージすると思うんですけども、それ以外にも、日々の生活に必要なもの、また精神という意味もあります。なので、基本的にフーズフューチャーというのは僕の中では食は基本ベースとしてあるんですけども、日々の生活に必要な情報だったりとか、まあいろんなその精神的なものだったりもお伝えして、皆様のまあ暮らしにですね、また子どもたちの未来に役立つようなものが発信できたらなと思って日々やってはいるんですけども、で今回ですね、じゃあ今のでフーズというフーズフューチャーのフーズという意味は分かったかもしれませんけども、食育というのはじゃあ何かということをお話しできたらなというふうに思います。でほとんどやっぱりその食っていうのとフーズっていうのはあんまり変わらないなって個人的に思うんですね。食育ってやるとね、まあ、大体の人がみんなその食べ物、とか、まあ、生き物の尊い命、例えばまあ豚を飼育して、まあ、鳥を飼育してそれをね、まあ殺して食べるというのも食育の一つかもしれませんし、野菜にこう接するとかね、土に、触れる。まあ僕も幼稚園の頃芋掘りなんかやったりとか、まあ芋は結構好きでね、つい何年か前まではさつまいもなんかを東京の畑を借りてやっていたりとか、していたことがあるんですけども、そういった意味で土に触れるとか農作物に触れるというのも食育の一つの大事なポイントだと思います。じゃあフーズフューチャーって、で僕が思うその食育ってそんなことばっかやってないじゃないですか。なんか山で一人旅とかやったりとかね、なんかその例えばジョブ欲ってものでちょっとまあインタビューさせてもらったりだとかね、いろんなことをこうやってるんですけども、まあこれからも今東南アジアの人たちがチャンネルショッターの者数が増えてきたので、まあとちょなんだろうな、東南アジアの人向けにこうやっていきたいなという思いもあったりとかして、じゃあ山本一体とね、ヤマディは一体その食育って何だと思ってんのっていうところだと思うんです。でこれに関して僕はね、答えを言うのであれば、まあ基本ベースは僕も食べ物でいいと思うんですよ。食育って、まあ、さっき言ったように生き物に触れるだとかね、土に触れるとか、まあ、野菜に触れるとかね、そういうのでいいと思うんですけども、そもそも食という字がどういう字を書くかなんですよ。これ食っていうのは人を良くすると書いて食と書きます。で知ってる方いらっしゃると思います。人をね、良くすると書いて食というふうに書くんですけども、まあそれをまあ、育成するとか、まあ、育むとかね、まあ教育する、育てるみたいなところが食育なのかなっていうふうに個人的に思ってるんです。ってなると、先ほどフーズっていう言葉私言いましたけども、で日々の生活に必要なものとか精神とかって、これやっぱり人を良くするために僕は必要なことなのかなというふうに思ってるんですよ。だから日本の漢字っていうのはやっぱりよくできてるなというふうに思うんですね。人を良くすると書いて食なので、まあ僕からしたらそのスペシャルオリンピックス、まあ知的障害者専門のオリンピックですけども、そういったものも特集したりとかボランティアしたりとか、これも僕は人を良くするためのものだと思ってやっています。でヤマディ一人旅もああいう緩いものも人を良くするものだと思っています。だから今後東南アジアの人たちとかと僕は接点を持つでしょうし、その人たちとなんか一緒に YouTube 番組やるかもしれませんけども、それも人を良くするためかなと思ってます。まあ少なくとも彼らにとっては、ね、良くするものになるかもしれないですね。
まあ、日本人だったらあんまそれ関係ないよという人もいるかもしれないし、まあ、現場では今外国人労働者もたくさん増えてますので、まあ、そういった人たちに対してのアプローチもできるのかなというふうに思うんですね。なので食というのをですね、もう一回こう幅を広げてみたらいかがかなと思うんです。食育って何したらいいのかわからないという方もいらっしゃると思うので、人を良くすると書いて食なので、人を良くするという意味においてはかなり幅が広がると思うんですね。まあ、基本コンセプトは食べ物とか、まあ、飲み物とか生き物でもいいのかもしれないけども、ぜひその人を良くすると書いて食というところでですね、また自分の活動の幅を広げてみてはいかがでしょうか。僕もですね、今後もまた人を良くするための食育番組としてフーズフューチャーをどんどんこれからも進めていきます。300人の登録が終われば次は目指すは500人ね、その次700人800人で1000人というふうにどんどんこう進めていきたいなというふうに思いますので、これからも皆様の ご支援のほどですね、応援のほどよろしくお願いします。まあそんな感じでこれからもフーズフューチャーの方で、人を良くするための食という意味で、まあ、僕なりのコンセプトではありますけども、僕なりの考えではありますけども、やっていけたらなというふうに思いますし、何よりもそれで未来につながる、未来の子どもたちにじゃあ何を残したいのかとか、ね、大人たちはこういうことを考えていたんだよとかね、未来につながること、それが、まあ、人を良くするものであれば、それで、それをどんどんこうやっていこうかなというふうに思ってますので、はい、今日はこんな感じでですね、終わらせたいと思います。まずは300人の登録者数は本当に皆様のおかげでございます。ありがとうございます。そしてこれからも人を良くすると書いて食、この字とても僕は好きです。ぜひこれからも未来の、人たちのためにですね、子どもたちのために、我々は何ができるのかも追求しながらですね、あまり堅苦しくならずに楽しんでいけたらなというふうに思います。それではまたお会いしましょう。さよなら。